進行役の祭司は千家さんの叔父で出雲大社の千家長彦権宮司が務めました。宮内庁によりますと、式では祭司が祝詞をあげ、夫婦の心得を述べた後、新郎の千家さんが神職。今日はこの後、典子様と千家さんの婚姻届が出雲市に提出されることになっています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水、大島町で避難指示が出されているほか、神奈川や千葉など1都5県で避難勧告が出ています。東京では大島町で神奈川県では南足柄市が市内全域の16,295町内全域の3473世帯7875人に避難勧告を出しました。静岡県小山を越えたため、流域の合わせて1747世帯、牧之原市全域